アンドリュー・ジェイムズ・アンダーソンは、アメリカ合衆国ネバダ州、和尚軍里の出身のプロ野球選手。ウト右藤右ち。MLB のテキサス・レンジャーズ参加所属。2012年の MLB ドラフト21巡目で、フィラデルフィア・フィリーズから指名され、プロ入り。契約後、参加のルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・フィリーズで、プロデビュー。8試合に登板して1勝1敗。 防御率4.76、10奪三振を記録した。2013年は A-9、ウィリアムズ・ポート・クロスカッターズでプレイし、15試合に先発登板して6勝3敗、防御率2.00、54奪三振を記録した。2014年は、ルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・フィリーズと A 級、レイクウッド・ブルークローズでプレイし、 二球団合計で11試合に登板して5勝5敗、防御率3.62、52奪三振を記録した。2015年は、トミー・ジョン手術を受けた影響もあり、全球した。2016年は、A 級レイクウッドと A 級クリアウォータースレッシャーズでプレーし、二球団合計で15試合に先発登板して3勝4敗、防御率2.70。 78脱三振を記録した。オフの11月18日にルール5ドラフトでの流出を防ぐために40人枠入りした。2017年は開幕を AQ レディングファイティンフィルズで迎え、8月1日にメジャー初昇格を果たした。同日のロサンゼルス・エンゼルス戦でメジャーデビュー。この年メジャーでは2試合に登板した。2019年9月1日に ディエフェとなり、翌2日に自由契約となった。2019年1月6日に、シカゴ・ホワイトソックスとマイナー契約を結び、2020年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2020年8月8日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。8月9日にディフェとなり、11日にマイナー契約となった。その後、 9月3日に自由契約となった。2021年1月5日にテキサスレンジャーズとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。ありがとうございます。